本田圭佑、リトアニアデビュー戦でいきなりゴール、会場で日本人対決制スードゥブア、リトアニア一部の MF 本田圭佑が、新天地デビュー戦で得点を記録した、14日に自身9カ国目となるスウドゥブアへの加入を発表した本田。26日のエリーが第30節番が戦に先発出場してデビューを飾り、64分に初ゴールを記録した、 味方からの浮き玉パスを胸でコントロールすると、右足でゴール左下に流し込んでチームに2点目をもたらした。試合を通じて高パフォーマンスを披露したホンダは75分までプレーし、観客からの拍手に送られてピッチを5にした。スーグブアハ85分と後半アディショナルタイムに追加点を奪い、4-0の解消、3連勝で首位をキープしている。なお、敗れたバンガでは、 杖えげ沢きやバンナーレ八戸などに所属した MF キッカは正午が先発出場していた。